2018年にメジャーデビューを果たした大谷、ピッチャーとして4勝、バッターとして22本塁打をマークし、日本人史上4人目の新人王を受賞しました。そして2021年シーズンでは9勝に46本塁打と異次元の活躍で、イチロー以来となる日本人史上2人目のシーズン MVP とシルバースラッガー賞を獲得。ファン投票などで選ぶオール MLB チームの発表では、指名打者部門でファーストチーム、先発投手部門でセカンドチームに選ばれ、2部門同時受賞は史上初の快挙となりました。さらに2022年は15勝34本塁打を記録し、ベーブ・ルース以来約104年ぶりの2桁勝利と2桁本塁打を達成、投打の両方で規定回数に達した史上初の選手となったのです。2年連続 MVP は逃したものの、サイ・ヤング賞の投票では4位、そして2年連続オール MLB チームに2部門で選出されました。